はい、こんにちは、ちくばつかさです。今回なんですけども、お散歩帰るベーシック取れたてということで、僕が、これね、動画投稿を、し始めたばっかりの時に、確かね、こう、お散歩帰るって言って、これやったやつなんですけど、これではね、また違った、タイプの、まあ、これ、また新しいやつなんでしょうね。っていうのがあったんで、ちょっとやってきました。でね、まあ、ラインナップ、早速見ていきましょう。はい、まず、トマト。で、人参。ナス。トウモロコシ。玉ねぎ。かぼちゃ。ということで、このね、6種類ですね。で、真ん中にね、シークレットがありますね。ちょっと気になりますね、シークレット。まあ、全部ね、言ったらこれ、野菜の名前なんですね。はい。で、僕ね、コロナ禍で狙うやったらっていうことなんですけど、やっぱり、シークレットかな。ね、シークレット一択かないのもあるんですけど、でもまあね、これ全部可愛いんで、結構ね、可愛いじゃないですか。この過去のやつも可愛いし。なんで、あえてじゃあ、僕が好きな、じゃあ、ナス行きましょうか。僕、ナス日好きなんで、ね、このなんか、ナス日じゃあちょっと狙っていきましょう。じゃあ、早速、ナス日を狙って、行きますよ。ポン！おぉ、結構力強くいったぞ。お違うけど、何いる？緑かな？緑やっていうことは、かぼちゃ！かぼちゃですね。かぼちゃ。うん、まあ残念でしたね。ナス日ではなかったですけど、でも僕ね、かぼちゃも好きなんですよね。あとだしじゃんけんかってことなんですけども。まあね、ナス日とかぼちゃが好きなんですよ、僕大好物で。まあまあ、そんなどうでもいいですけど。とりあえずね、かぼちゃが当たりましたんで、袋から開けて見てみましょう。はい、かぼちゃです。ということで。かわいいっすね。ね、このほら、ベロがね、いつもこれかわいいっすよ。こうやって動くんすよ、ベロがね。かわいいなぁ。でね、まあ過去のやつ、これね、過去どんなやつやったかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ大きさは変わらないですね。おおよそ。ちょっとちっちゃいかな。でも、まあシリーズですよね。これシリーズなんで、多分これ全部色が違うだけっていう感じだと思います、これ。はい。でね、これが、多分シークレットやったんで、ちょっと大きいんですよね。これ多分シークレットやったかなと思うんですよ。なんかね、そうなんですよ。過去の動画で、これもなんですけど、なんかラインナップになかったんですよ。だからなんかどっちもシークレットなんかいとか思うんですけど、いや多分これはシークレットじゃないんちゃうかなって後々気づいて、でもこれは大きいんでね、シークレットっぽいですよね。はい。まあね、今回のこの、あれですね、取れたて、新しいやつということで今日回してきたんですけど、まあね、あんま変わりはないっすね、そんなに。はい。まあでも集めたら楽しいでしょうね。こんな感じでね。はい、今回はね、お散歩帰るベーシック取れたてということで、またね、このね、今まで集めてたやつの、新しいバージョンのね、お散歩帰るやってきました。でね、かぼちゃが出てくれましたね。かぼちゃがね。で、次回は、もちろんね、ナス。ね、もうちょっと夏なんで、夏野菜なんでね、まあ夏野菜って言っても、これ夏野菜多いっすけどね。かぼちゃもトウモロコシもナスもってね。多いですけど。てか、これ全部ちゃうんかっていうことなんですけど。まあね、次はね、このナスビ。ね、紫色のね、カエルを狙っていきたいと思います。はい、それではね、ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、のリクエスト、あと質問などね、どんどんお待ちしております。それではね、またお会いいたしましょう。ちくばつかさでした。バイバーイ。